こんにちは、ルルです。本日もよろしくお願いいたします。ぜひ最後まで見てくださいね。それでは動画スタートです。本日はバブルネイルパーツを作り置きする方法をご紹介します。こちらで空洞のパーツを作ります。スプーンになっている部分にノンワイプトップコートをつけて硬化します。硬化して外しました。こちらは裏側の部分です。余分な部分をカットします。スプーンの中側はこんな感じのパーツになります。試しにネイルチップにパーツを乗せます。粘土セルでパーツを固定します。粘土ジェルを丸めた中に先ほどのパーツを埋めます。以前にご紹介したシリコンモールドで作るパーツも入れます。ネイルチップに乗せます。硬化します。ノンワイプトップコートを塗ります。硬化します。ネイルチップから外したら余分な部分をカットします。こんな感じのバブルパーツになります。一つ目は小さなネイルチップに作ったのですが、大きめのネイルチップに作った方が外しやすいですよ。こちらはネイルチップに薄くノンワイプトップコートを塗って、空洞のパーツを並べて硬化してから、粘土ジェルで全体を覆っています。普通のジェルだと隙間から空洞の中にジェルが流れていってしまうことがあるので、粘土ジェルで隙間も埋めながら覆うのがおすすめですよ。トップコートを塗って硬化するとこんな感じになります。ノンワイプトップコートを薄く塗ります。空洞のパーツを置いていきます。硬化します。粘土ジェルで覆います。ノンワイプトップコートでコーティングします。
硬化します。完成です。時短にも硬化熱対策にもパーツにしておくのがおすすめですよ。ご視聴ありがとうございました。フォロー、いいねもよろしくお願いいたします。